晴れ着姿の卒業生たち、マスクを外して出席する姿も目立ち、その希望を持った凛々しい表情がわかります。また4年ぶりに家族も出席しての卒業式ということで、徐々にウイルス構えの形に戻りつつあります。新潟市中央区で開かれた新潟大学の卒業式、政府の方針を受け、マスクの着用が個人の判断に委ねられたほか、4年ぶりに家族の出席も認められました。新潟大学で培った知識や経験を糧に、卒業生一同、社会の発展に貢献していくことを誓います。学生生活の大半をウイルス下で過ごした卒業生たち、5月には新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類に引き下げられるなど、社会が新たなステージに進む中、自らも新たな世界へ羽ばたいていきます。ずっとコロナ禍で学校行けなかったんですけど、でも最後こうやってみんなで集まって卒業式出れるのがすごい良かったなって。様々なことに、チャレンジしてきたことというのを生かして、また、就職してからも、一つの分野だけではなく、様々な分野で活躍できる人材になりたいなと思っています。最高、楽しかった。新潟大学の今年度の卒業生は3006人で、就職内定率は学部生で 92.3% などとなっています。